志村様なら。うむぎ谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。戦場で拾われるとは。叔父上は何と言うだろうか。あの鳥をご存知ですか。
どのような鳥のことだ。金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっている。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控え。そういたしますね、酒井様。伊藤様は酒井様のやり方を利用しなのか。こちらへ。氏経公の伝承でございます。西へのこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理氏経公を召されり、氏経神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ、見事さんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかみんと飛び行きて、打ち常放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち、末後の息を打ち常公に吐きつける。ほどなく打ち常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ち常公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。打ち常対馬へ流されて幾とせの後、こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちし、かの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、打ち常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。
酒井様、カッパをご存知ですか？本当にいるんですよ。なんだと？あの妖怪がなんと若島の集落に姿を見せたそうです。妖怪か人か、調べてみるとしよう。講師が言っていた青いアジサイ、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。これが打ち常の墓。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。死ぬことになるだ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。一番手は誰だ？Here!
も抜けばかりか。あっせっめきちょの俳優の方がすな。ダブラゴールショー。
青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔追いをするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。意味はないと思え。弓を追うでないぞ。あれじゃ、先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がって、ついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。なんとかなる。きっとお手伝いできることは。よくぞお越しくださいました。猛虎が何者かって噂聞いた。金国と金、材木、布を扱います。お目が利きますね。目的を役立つものばかりです。
仲良くやっていこうな。かけろ、トロ。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。
倒すことが先決。呪いは後で考えよう。よいしょ。
Хэн байна? Яах зэрэг бидний Тэнд харуулж байна.待たせてしまったな。 ありがとうございます。 もう安全だ。 石川先生も動いてくださってるらしいよ。 Их суртэй шүү. あんぜんなところへ抜かるでないぞ。クロードはアザムーラを救った。あの神。
Ben Harvard Ben. Ne günlüdür bu Harvard Ben. Fırçıla. Gir beş besin be. Oh, no, terdik. Here, yeah, Jingo.御作様に見えました。どうぞこの鍵を。御作様もお喜びくださいます。私は弱くない。今に見てろ。ハネタの木では米を…ああ、心なしか泡の味がおかしくないか。ラウヨ、味が変だ。実は泡が足りなくてな。他の食い物を足したんだ。やっぱりな。この前は葉っぱの味がしたぞ。葉っぱや水に木の皮や虫も。どうせ猛虎に殺されるならちゃんとした飯を食った後で死にたい。落ち心配すんな。お前が煩わしくてまず俺が死ぬ。俺が死ねばお前は飢え死ぬ。死ぬ傷はジン、こっちに来い。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫がやつを村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、やつはクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。
見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ寺においでとは思いもよらず、サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは言えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はね。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりません。お主、この私を年寄り扱いするか。滅相もない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。何も忘れてないか。あれそうだ。あったあった。さてだ。出立だ。動いた。では後をつけると、近づきすぎて見つかるのよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。散歩日和だな。見つかるぞ。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。おい、食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこして話した。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。八郎、マヌケな男よ。村尾の弟だろ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。
それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。へえ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。北の村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。ああ、抗う村人を殺した族は誰に雇われたと思う。知ってる、サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ、お前も喋りすぎると族に襲われるぞ。見に行く。氷の家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。いざ勝負。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。お許しを。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。
アザモから来たのか。日中は隠れて暗くなってから抜け出した。あっちもひどいんだろうな。アザモ浦は降伏したけど、どこかの集落の連中はもうこの